10番今シーズン愛心から移籍した梅木千夏、そして23番スピーディーなプレーでチームを引っ張る山本舞、そして33番マウリー・ステファニー、トヨタ自動車は28番の白曽花ファトージャ、そして2番のカヨさん、逆サイドへパス、ステファニーのジャンプショット決まりました。力ステファニー自分で行った、ファールを誘いました。行きました。2本目もエブリンからステファニー、そして長岡へつないでいきます。ステファニーの3きれいに決まりました。その起点砂川夏希です。ステファニーのドライブ決まりました。山本三好3打ったリバウンド、ステファニー強い、ステファニーが中でボールをキープ、勝負した決まりました。ここはスティール長岡、ファール非常に高い 89.1% です。日本のクロックバイオレーションは取られず、ステファニーのリバウンド、アウトナンバー落ち着いて決めている。河合からステファニー、ステファニーのジャンプショット、ここも冷静に決めてきました、はい、パスを出しました。ステファニーの3、ここも綺麗な梅木、ステファニーへ、ステファニーゴール下できました。山本からステファニーへボールを回していきます。スクリーンを使って合わせました。ここはストップありますが、どこで攻める、ファンシュシュート、これはブロックしました。ステファニー、姉のエブリンへパス、サイドへパス、宮下が押し込む、そして合わせました。ステファニーゴール下決まりました。選手です。ステファニーからスリーポイント、ワインがゲームをコントロール、長岡、中にはステファニー、これもターンして落ち着いて決まり、ステファニーファールを誘いました。2本のフリースローです。2本目の可愛い戸花、失礼、1本目沈めました。アランマーレ秋田対トヨタ自動車。